女性池内ロードレディオ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 田中女性池内ロードレディオー、はい、始まりました。8月21日日曜日、天気悪いっすね。今日降ったり止んだり、止んだり降ったり、止んだり蹴ったり、野球休養日でしたね。今日休みで、明日っぽいですね。でも日程おかしくね、今日やった方がね、日曜日だからみんな見れるし、行けるし、なんだろう、あの眉毛見れなかったな。やっぱ予想通り勝ちましたね、下関強いですよ。あの左のピッチャーでも途中で変わっちゃったな、調子悪かったもんね、球が来てなかったから。でもあのショートのね、彼がいいピッチングしてなんとか勝ちましたね。近江高校もね、あのプロ注目の名前忘れたけど、彼やっぱもうバテてたね、やっぱスタミナな、このご時世。昔の方がなんかスタミナある選手多かったイメージだな。やっぱもうね、昔なんか水飲めなかったからね。今ほらそういうことあると、なんか監督の責任問題、学校の責任問題になっちゃうから、そういう厳しいことできなくなったよね。俺の時はだから27、8年前か、16歳からだから28年前か、そりゃ厳しかったよ。もう暴力も普通にあったしね。集合っていうのがあってね、1年生があの通いの部室に集められて、そこで真っ暗の中でしばかれたり、電気消して高級のボール投げられたりとか、いろいろあったけどね。今はもうそういうのないんだろうな、もう隠れてやってんのかな。でも隠れてやっててもなんかネットが普及して、なんかこういうことあったみたいな、匿名でね書けるから、そういうのもなくなったんだろうな多分。もう俺も、僕あの日大三高の寮に入ってたんですけど、1年生の時、まあ自分とこう家から2時間半ぐらいかかるんでね、まあ、寮に入れてもらってて、初日の練習で死ぬほど辛くて、水も飲んじゃいけないし、でめっちゃ喉カラカラで、もう脱水状態で、で初日はその練習した後に、まあ、風呂入る前に1年生の当番が洗濯を回すんですよ、全員分の。当番が3人ぐらいいたかな。でも水飲めないからバレないように洗濯機の、水道の水を外して、外してないわ、洗濯機に流れてくる水を手ですくって飲んでたんだ。しんどかったわね。えあれに比べると人生、社会に出てから辛いことってほとんどないな。高校の3年間の厳しい時代っていうのがあったから今生きていけてんのかな。幸せですよ。そういう意味で厳しいっていうのは結構俺はプラスになると思ってるけどな。だって社会に出て、そのゆとり世代とかそういうやつらとかに会うと、なんかやっぱ違うなって思ったもんね。
まあ、今はもうそれがね当たり前になっちゃって、僕らなんかの時代はもう老害って言われちゃってるかもしれないけど、で合宿場は週に1回ね、確かね週1だったかな、実家に帰れるっていうのがあって、で結構ねやっぱ遊びたい盛りじゃないですか、高校生っていうのはね、性に目覚めてスケベなことばっか考えてましたよ。で週1回ね、合コンを入れてたんですよ。最初はナンパする勇気もないから、中学校の卒業アルバムを持ってきて、この子かわいいなっつって、その子に実家に電話番号書いてあるじゃないですか、あれに電話して、おお久しぶりみたいので合コンしようよみたいなので毎週やってましたよ。クリックリ坊主で五輪狩りの連中がみんな帽子かぶって、まあ、夏はいいんですけどね、キャップかぶって、まあ、短髪なのねみたいな感じでいけるけど、冬はみんな帽子、ほらニット帽かぶるから、それでもう五輪狩りだから、もう何みんな病気の子みたいになっちゃってね。えそれで合コン行ってたからな、酒飲んで、それは甲子園行けないわな。俺らが入る前の年は甲子園行って、俺らが入ってから3年間甲子園行けなくて、で卒業した後その1年目でもういきなり甲子園行ってたからね、遊びすぎてたな。夜も山の中にあるんだけど抜け出してタクシー乗って町田とか多摩センターとかに遊びに行ってね、パチンコやったりしてナンパしたりして、一通りね高校生で遊ぶようなことはしたかな、甲子園というねあれを代償に遊び回ってましたよ。で最後は応援団長だからね、なんだそれみたいな。おっ抜いてった、抜いてっちゃうぞ。はい、ドキドキ。あんまり遅いとね、前のやつちょっと早すぎんな。待てこれ、ああいう調子に乗ってると食っちゃうんですよね。あれこの辺雨降ってないだな、場所によって全然雨降ってる降ってないの違うな。でも直線番長だろどうせ。ほら追いついたよ、ほら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 、はいプリウス、必ず見かけるやん、ちらっと見るとプリウスやん。あれこれは抜かさないの、しかも老人マークだし、 しかもあるでしょ、見えないかな、オレンジのマーク、あのシール、なんだと思います？わかります？野田、江戸川大、利根、何駅だっけな？江戸川大駅の近くに、東京理科大学があるんですけど、その横に、霊波の光っていう宗教があるんですよ。でそこの宗教、そこ毎日通ってるんですけど、もう1年ぐらい気づかなかったんだけど、パッて後ろ向いたら、まあ、すごいでかい建物が建ってて、まさかのそこお城建ってるんだよ。マジで怖い。霊波の人はね結構安全運転多いんだけどな、めっちゃ煽ってんだよこいつ。しまえたろかな、チクっちゃうかな霊波の光に。今も宗教の問題になってるけどね、すごいね。いやー自分の気持ちでは乗り越えられないものを何かにね、人間はすがるからね、やっぱりね。ただ僕はその高校3年間の厳しさがあったんで無宗教でございます。
まあ、否定してるわけじゃないけどね。でもなんか YouTube とかでやってたけど、あの幸福の科学の、なんだっけあいつ大川だっけ、あいつがなんかあの大川なんとか龍鳳が、大川龍鳳がその幸福の科学の一番偉い人で、その息子が脱退して今 YouTuber で YouTube やってるんですよ。そいつが言うにはやっぱり宗教は宗教の同じ宗教の人としか結婚ができないみたいね。だからかわいそうだよね、その2世なんかは。結婚する人が決められちゃったりとか、それこそ統一教会のあの合同結婚じゃないけど、だから幸福の科学だとほら石原さとみがね有名だけど、石原さとみもやっぱり結婚したでしょ。結婚した人はやっぱり同じ幸福の科学の人だったよね。知らなかったけど、そのガーシーとその2代目がなんかコラボしてる YouTube 見たんだけど、ああそうなんだと思って、ね、石原さとみもね2代目みたいだけど、親がねやってて小さい時からそういう環境だったら、それが当たり前だと思っちゃうからね、せざるを得ないよね。あ、そうだ、俺も宗教作ればいいのか。だって宗教作れば あいつらの利益ってあれだよね、税金払わなくていいんでしょ、寺とか神社と一緒で。ずるくない？なんでな、その法律。寺のやつらもなんか腹立ってるけど、なんで税金払わない人がいるの、意味が分かんないんだよとか言ってたらもう終わっちゃったな。今日早かったな。それではまた来週よろしくお願いします。ちょっとなんか面白かったんで、合宿場の面白いエピソードとか、来週はやっていこうかな。うわ、前のやつミラーで見てるけどクソジジだな、こっち見てるわ、気持ち悪い。芝居たのかな、やっぱ芝居たら神回だろう。それではいってらっしゃい。